ましたね、この時間が。はい、また今日もどんなガチャガチャ出るかな。それではどうぞ。こちゃこちゃ、本日の1つ目、ラインナップはこちら。ノーベル製菓リングコレクション男梅キャンデー、2層カメカメサワーズグミマスカット、ペタグーグミコーラ、 VC3000 のどあめ男梅グミ。果たして何が当たったのでしょうか。今回当たったのはペタグーグミ。袋とリングが別々に入っていて、まず袋の方から、袋の方はこんな感じで、このペタググミのイラストですね。後ろもこんな感じで再現されております。で、こちらチャックがついてて、開いてはないんですけど、ここハサミで切ったら先に指輪が中に入れれるそうなんで、また切りたいと思います。そしてグミの方がこちらですね。もうそのままですね、あのグミの形。グミはプラスチックのような素材でできてます。指にはめたらこんな感じですね。コーラ味のグミは美味しいですからね。それでは先ほどの袋に入れてみたいと思います。切ったらここがこのように開けることができました。こちらにですね、先ほどの指輪を収納していきたいと思います。結構袋が小さめなんで、あの指輪のリングが大きいから入れることはできるけど、この締めようとしたらギリギリ締まるぐらい、まあ、収納したらこんな感じでめちゃくちゃパンパンになりました。こんな感じでですね、ペタグーグミでした。2個目オープン。ラインナップはこちら。キッコーマン醤油トラップ、生醤油、極旨醤油、減塩醤油、昆布醤油、醤油、卓上瓶、麺5種類あります。私が当たったのは極旨醤油当たりました。すごい、極旨醤油めっちゃうまそうやな。今日特製極旨醤油、すごい後ろに火入れ醤油って書いてあって、多分醤油の使い方かな。こういう使い方もできるよっていう感じでここに書かれています。メイン人じゃないとちょっと見にくいかな。すごい可愛らしいです。こんな感じで極旨醤油でした。続いてこちら、ラインナップはこちら。ディズニーのヴィランズ、ジャファー、マレフィセント、ハデス、グロー・イン・ザ・ダークバージョンもラインナップということで、今回当たったのはこちら、マレフィセントのグロー・イン・ザ・ダークバージョン。いやー、こっちマレフィセント欲しかってんけど、まさかこのグロー・イン・ザ・ダークバージョンっていうのあるの知らんくて、この全部色ついてるやつやと思ったら、この透明なクリアのやつ出てきた。いや、欲しいなってあったけど、色ついてる方が良かったから、なんかちょっと複雑な気持ちやな、これ。いや、この見た目のクオリティはもう抜群やねんけどさ、ほらすごい細かくて、火吹いてんねんけどさ、ちょっと透明やから分かりにくいけど、いや透明でも十分かっこいいけど、まあね、どの角度から見てもかっこいいね。でもやっぱりマレフィセント、ぐわーすごいね、ガチャガチャでこのクオリティ、ほんとかっこいいよね。まあね、今回欲しいマレフィセントは当たりましたが、ちょっと色がついてないやつ当たって、まあ、複雑なんですけども、まあ欲しいの当たったんで良かったですね。
白ウサギ、チェシャ猫、マットハッター、山岳ウサギ、全5種類あります。私が買ったのは、白ウサギでーす。めっちゃ可愛い。いやー、この口もめっちゃ可愛い。いやー、ウサギ好きやから当たって嬉しい。まあ、ここもすごいお皿の、この形もすごい浮いてて。すごい、可愛いなー。これさ、斜めたらめっちゃ可愛いよな、いろんなな。かわいいウサギ当たって嬉しいで、白ウサギでした。続いてこちら、お茶目なハニワマスコットフィギュア2、バンザイハニワ、親子ハニワ、セクシーハニワ2、バナナハニワ、空手ハニワ、お昼寝ハニワ。今回当たったのがこちら、バンザイハニワ。バンザイってしてますね、ハニワが。ハニワのガチャガチャってなかなか珍しいよな。ハニワやからなんかちょっと曲がってる感じもあって可愛らしい。これもなんか同じのいっぱい集めて並べたら、バンザイバンザイバンザイって。あ、これあれやん、これいっぱい集めたら胴上げできそうやん。胴上げ、ってどうでしょう。バンザイしてるハニワ、なんか一番普通のハニワが当たったような気もしますが、こういうハニワのガチャガチャもあって面白いんじゃないでしょうか。6個目オープン。ラインナップはこちら、ナス祭り、マスコット、冷やしラムネ、ヨーヨー釣りの緑、ヨーヨー釣り青、金魚すくい白、金魚すくい青、全5種類あります。私が買ったのは金魚すくいの白が当たりました。すごいこの金魚、プニプニはしてない、すごいどっちも硬いです。水に金魚が泳いでるような感じですね。すごいリアル、こんな感じになってます。で、これについてたのがボールとポイがついてます。もう結構プラスチックでも固めで、でこうやって膨ってるようにイメージになってます。これからナフになっていくやん。こういうガチャガチャいいよな、ナフらしいガチャガチャで満足。続いてはこちら、ラインナップはこちら、夕暮れのチャイム、夕暮れ時に流れていた懐かしい音色、家路、夕焼け小焼け、ホタルの光、ふるさと、本体上部のボタンを押すと音が鳴ります。今回当たったのはこちら、夕焼け小焼けですね。こちらはサイドに草むらがあって、その小道を歩いて帰るのかな、そんなイメージですね。でこちらには夕焼けがあって街並みの絵が描かれてますね。そしてこれが夕暮れのチャイムになってますね。これはカードみたいな紙になってて、こちらはシールを貼りました。横とか後ろはこんな感じで、後ろに電池がありますね。では実際夕焼け小焼け音鳴るんで聞いていきましょう。はい、どうでしたでしょうか。夕焼け小焼け、なんか久々に聞きましたね。なんか子供の時、ほんまに夕方になったらなんか歌って友達と一緒に帰ってた記憶があります。そんな感じで懐かしい曲でしたね。皆さんも懐かしい気持ちになれたんではないでしょうか。それでは次の紹介に行きたいと思います。8個目オープン。こちら、ネスカフェゴールドブレンド、ミニシャカシャカチャーム、ネスカフェゴールドブレンド、ネスカフェゴールドブレンド、コク深め、ネスカフェゴールドブレンド、香り華やく、ネスカフェゴールドブレンド、
私が買ったのはネスカフェゴールドブレンド、濃く深めの方当たりました。濃く深めやからこれはコーヒーの4ってなってるな。で白はこんな感じになってます。ここら辺もめっちゃ本物とリアルになってるかな。でコーヒー豆はちょっとなんかビビチョコのお菓子の形に似てる。でもちゃんとコーヒー豆のフェンが書かれてる。すごいめっちゃ可愛いです。でこれは振ったらまたシャカシャカなるんかな。ビールの音でシャカシャカなるらしいんでちょっとシャカシャカしていきます。あんまシャカシャカならへん。なっとる思ってんのとちゃうかった。ちょっとちっちゃめのシャカシャカやったな。豆がいっぱい入ってるからその分なりにくいんちゃう。あーそれかもしれへん。大量の豆入ってるから開くこともできませんね。こんな感じでネスカフェゴールドブレンドが当たりました。続いてはこちら、超リアルレトルトハンバーグ&ミートボールマスコット。A. ビーフハンバーグ、 B. チーズハンバーグ、 C. デミグラスソースハンバーグ&マッシュポテト、 D. ミートボール、 E. 甘酢肉団子。今回当たったのはこちら、チーズハンバーグ。来ました、ついにハンバーグ。こちらはですね、レトルトのハンバーグなんでこういう感じに入っております。中身は結構固めですね。しっかりしてます。肉厚チーズハンバーグということで大きいチーズが乗っております。ここなんかめくれそう。ペロって言ったら多分中取り出せますね。これ裏には名称書いてあってこんな感じですね。ボールチェーンがついててカバンにも付けられます。チーズがすごい。ハンバーグって書いてありますね。こんな感じで結構リアルなレトルトのハンバーグでしたね。ラスト、ラインナップはこちら、ケロッシャカシャカチャーム、コーンフロスティ、ココくんのチョコア、ココくんのチョコクリスピー、コーンフロスティ、チョコア、チョコクリスピー。この下の3つは復刻版になってます。私が当たったのは復刻版のコーンフロスティー当たりました。すごい栄養バランス満点。このトラもめっちゃ可愛い。で後ろもこんな感じで書いてます。あと栄養素も書いてありますね。でここに付録のコーンも付いてました。これもすごいボコボコしててちゃんと折り曲がってるところもすごいコーンのリアル感を出してます。これもシャカシャカしたら音鳴るんでちょっとシャカシャカしていきます。いい音鳴りました。ちゃんとプリンプリしてていい感じで、こんな感じでコーンフロスティーが当たりました。はい、ということで10回ガチャガチャ開封をしていきました。はい、ちょっとここで一つ訂正があります。はい、先ほどこの袋開かへんから切らなあかんって言ってたんですけど、この一番上のとこを開けれました。なのでこれ切る必要がなくてそのままこの中に指輪入れれました。今回私が良かったの醤油で、醤油もこの醤油もすごい全部リアルですごいなと思ったんですけど、これよりなんかすごいなと思ったのがこれが入ってたカプセルなんですけど、もう紙でできててすごいなと思いました。環境にもいいし、これからこういうガチャガチャが増えていくんかなって勝手に思ったりしています。こっちがいいなと思ったのは、今回いいなと思ったのはマレフィセント。ちょっとね、色ついてへんっていうのが残念な ところではあったんですけど、やっぱこのマレフィセントのかっこよさ、そしてこのクオリティの高さが良かったんで、これが一番お気に入りですね。はい、最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録評価よろしくお願いします。それでは